騎士助認識の後継。コットを着た人々。頭巾をかぶった従者。左右色違いの服の学士たち。14世紀の西欧の服飾では、14世紀のフランスを中心とする西ヨーロッパ地域の服装を扱う。14世紀に入ると13世紀に結成された各種のギルドはより細分化し、生産性も向上した。生産力が向上したことにより、 注文生産を上回る余剰生産が可能になった。この頃から町に今日構えているギルドの職人から注文分以上の製品を買い上げ、買い上げた以上の値段で各地に売り歩くことで差額を儲けとする行商人たちが活躍することになる。彼らはまた各地で買い集めた原料を職人に売るという役割も果たし原料の入手や 商品の販路拡大などから切り離された職人たちは、より専門技術の向上に邁進できるようになった。全時代に比べて14世紀以降の衣装は、聖地に仕立てられ、複雑な工夫を施されている。商人たちは消費者と生産者双方から利益を得て、14世紀半ばから、封建領主でも労働者でも知識人でもない、新しい強力な階級を形成することになる。 こうしたヨーロッパ各地に影響力を持った大商人たちがファッション産業の新たな顧客ともなっていく。この時代、盛んに発令された贅沢品に関する取り締まりも富を蓄えて勢力を伸ばし始めた商人階級を建成するものであった。当時のイタリア製の高級絹織物14世紀には絹織物の生産地だったアルカが政変により衰退。 フィレンツェなどの周辺都市に亡命した職人が、絹織物の技術を広めた。フランスでは、リオンが絹織物、アラスが毛織物の生産を担う。他に、ウールゲンモの生産地としてイングランド、麻織物の生産地として、シュアーベーン、毛織物の拠点として、フランドル、フランドルとの貿易の中継地としてブリュッセル、北ヨーロッパ交易の拠点としてクラクフなどの都市が、 大発展を遂げた。毛織物の値段が上がり、庶民の服装は、モメントウールのコンボーやコーデュロイの衣装が多くなっている。また、13世紀末から14世紀にかけて、フランドルの女子修道院でボビンを使って装飾用のアマの組紐が作られ始め、14世紀後半には、ベネツアでクッションを使って、より装飾的な紐飾りが作られる。これらが、 ボビンレースの原型だが、14世紀の時点では、まだ地味な縁飾りなどとしての用法が主であった。ボタンは13世紀頃から衣服に使われていたが、14世紀に至って全面をびっしりとボタンで閉じた衣装が作られるようになる。一松模様と無地を組み合わせた小樽ィ14世紀の、初めに、イタリアから大胆なコットを意味するコタルディという新式のコットが持ち込まれ、 都市の若者の間で流行している。コタルディにははっきりと決まった形はないものの、襟ぐりが広く開き全体的に竹が短く、体にぴったりした従来よりも軽快で、活動的な衣装であった。ブルフに挟み込んでいたショースも足全体を覆うほど、長くなり、腰から吊るすようになっている。14世紀の半ばに、プールポアンという前開きの差しこじ立てで、腰丈の衣装が流行する。 ショースは腰を覆うほど長くなり、プールポアンとショースをエギュイエットという紐で結んで釣り、股間にはブラゲットという布を当てるようになった。これ以降、前開きの上着と足衣の組み合わせが西洋男性服の基本となる。14世紀半ばの衣服の特徴は、肩パッドや二の腕の膨らみや胃のあたりの詰め物など体型を誇張したファッションである。 この頃流行した袖の形として二の腕を膨らませたマオアトる袖がある。足の貧弱な男性に至ってはふくらはぎにも詰め物がされることがあった。男性の衣服が体の線をはっきりと出すものになってから男女の体の違いが強調されるようになっていく。また、ミパルキという身頃を二分割にする装飾もこの頃流行する。 下着姿の農民食事する農民農民は、前時代と同じくシュミーズ、ショース、ホーズに、ゴネルというシンプルなチュニックが、主な衣装である。冬場や風の強い日には、上着として、コットを重ね着したり、カラプイというフード付きの街灯を着ることもあり、麦わら帽やフェルト帽をこむることもあった。腰に、パニティエールというパンを入れる袋を巻いていることが多く、パンの他にも、 財布などを入れるなど様々な用途に当てた。足の保護のために、革のレギンス型ゲートルを紐で留めていた。靴は14世紀半ばから、プーレーヌ型というつま先が細長く伸びた革靴が広く使われた。庶民は足の半分の長さまでつま先を伸ばしてよく、上流市民は足一つ、分、騎士は足一つ、半、高位の貴族は足二つ、分、王族は、 足二つ、半まで伸ばすことができた。都市と農村の違いは14世紀の初め頃は、まだそれほど大きくなかった。リリパイプという頭頂部が長く伸びた頭巾などがこの頃、登場している。都市で働く職人や労働者は14世紀半ばを過ぎてからぴったりとした動きやすい服装をしている。シュミーズ、ショース、ホーズに、 ジュッペルという低い立ち襟がついた腰丈ほどのぴったりした上着を着ていた。フェルトの帽子やカラぷいをこむることが多く、短く髪を刈り込んだ農民に比べて耳を覆う程度に髪を伸ばすことが多かった。裕福な商工業者たちは貴族たちの着るような高価な流行の服装を仕立てては、わざと自分たち流に着崩して身につけていた。 頻繁な贅沢禁止令は彼らブルジョアジーの同行した贅沢に対する牽制でもあった。彼らが好んだのはペリソンというふくらはぎまである頭から被かるタイプの衣装である。多くはケルメスなどで染めた豪華な毛織物でできており、貴族の衣装のように毛皮で縁を飾り、肩はパッドで張り出していた。腰を絞ったローブも好まれたが、ゆったりとした竹の長い衣装はどちらかといえば、 法律家や文筆業の人間に好まれていた。コルセサングルという腰丈で袖を膨らませた、ジュペルを豪華にしたような衣装も流行している。王の結婚式。王妃はシュールコートゥベールを身につけている。14世紀の初め頃、シュミーズ、ショース、ホーズに、コットに代わって、コタルディというぴったりした衣装が着られるようになる。シュールコウはだんだん衰退し、 14世紀の後半、ウプランドという服が流行している。これは、室内着として、ゆったりしたくるぶし丈の衣装だったが、後に、ふくらはぎ丈程度にまで短いものも登場した。袖は長く詰まっているものもあったが、多くはロート型の床に引きずるほど広がった袖であった。襟が高く顎のあたりまで詰まっており、袖や裾に、ダッキングという、飾りの切り込みが入っていた。 体全体を覆うマントの薄のほか、脇の空いたものや、クロシェというタイプのマントは騎士に流行している。シャプルという半球型で前に張り出したツバを持つ帽子が流行している。アフィクという宝石を円形に配したブローチが、帽子の飾りとして使われ、安静乳と呼ばれる。他に、鳥の羽飾りが流行し、特にダチョウの羽が高額で取引されていた。 また、直接頭にかぶるか帽子の上に被る王冠型の飾りをシャペレトレソワールという。デコルテの開いたコタルディとエナン姿の女性14世紀からイタリアの影響でコットの腰は細く紐締めされ、スカートには三角形のマチを入れて、ほっそりした腰と裾広がりに広がるスカートというシルエットを作り出すようになった。こうしたファッショナブルなコットをコタルディという。 コタルデはかなり細身で体にぴったりしていたため、脱ぎ着がしやすいように襟ぐりが大きく開いていた。ここで大きく開いたデコルテと、ほっそりしたウエスト、広がったスカートというファッションが生まれることになる。コタルデの流行によって、くびれたウエストを固辞するために、シュールコウの袖がなくなり脇も大きくくられた、シュールコウトゥベールという新式の衣装が流行する。これは、体全体を、 すっぽりと覆うタイトな外灯の脇の部分を丸く切り抜いたもので普通円に毛皮をつけた。また毛皮でできたごく短いタイトな道着も高貴な既婚女性、特に王族などの特別に身分が高い女性の清掃として登場している。この頃の流行を代表するものとして高い円錐型をしたエナンという帽子がある。やはり流行を反映してデコルテは広く、 ウエストは狭くなっていく傾向が見られる。仕事に勤しむ女性シュミーズとショースの上にコットを着て、荒い毛織りのベールもしくはウィンプルをかぶった。庶民の女性たちの日曜日だけのオシャレとして、付け袖というものがあった。これは刺繍などを施したアームカバーのようなもので、取り外し可能の袖として扱われていた。可憐な乙女。 袖に垂れ布があるのがわかる貴婦人のコタルディには向かって、左側に夫の紋章、右側に父親の紋章を、刺繍やアップリケであしらった変形ミパルティのものがある。コタルディの袖はきっちりとボタン止めした長袖のものもあるが、多くは5分袖から7分袖で、袖口のところにティペットという垂れ布をつけていた。台形に食ったデコルテにローウエストも流行したが、 襟元が大きく V 字に開いており胸下で刺繍を施した布帯を締める極端なハイウエストも同時期に流行している。こうしたドレスに締めるベルトはベルベットなどに刺繍を施し金の金具をつけるなど豪華なものだった。胸元が開いたタイプは襟元に毛皮がついており胸元から腰にかけて刺繍を施した逆三角形の覆いがついている。マンテルダヌールというマントを羽織った。 髪型は頭の両側で三つ編みにした髪を丸くまとめるのが流行している。これをクリスピンというヘアネットで覆ったり、屋外などではさらにその上からボワール、アンギンプなどをかぶる。エスコフィオンというコルノの変形のような帽子が流行し、二つの角があるものやハート型のものなど様々な種類があった。その変種とも言えるエナンボウはシリアから持ち込まれたものと言われ、 高い円錐型で先端からベールを垂らしていた。広い額がもてはやされ、帽子から髪がはみ出ないように前髪の除毛などが行われた。ありがとうございます。